FIFA クラブワールドカップ2012は2012年12月6日から12月16日にかけて日本で開催された第9回目の FIFA クラブワールドカップである。日本での開催は通算6回目である。後日の通り初めて公式にゴールラインテクノロジーが導入された大会である。2011年12月16日、国際サッカー連盟のゼップブラッター会長及び 小倉順次当時日本サッカー協会会長が、当大会の一部の試合を、東北地方太平洋沖地震の被災地で開催する、意向を示した。宮城スタジアム、仙台スタジアム、鹿島スタジアムが候補として上がっていた。しかし、議論の結果、結局去年と同じ2会場での開催となった。今大会に参加する審判は、以下の通り、賞金総額は、 1650万 US ドルで、優勝が500万 US ドル、2位が400万 US ドル、3位が250万 US ドル、4位が200万 US ドル、5位が150万 US ドル、6位が100万 US ドル、位ドル7位が50万 US ドル。チーム1部位、チームにこの試合の4日前、オランダの17歳以下のクラブチームによる試合において、審判を行っていたリチャード・ニューエンハーゼンが、 自身の息子が所属するクラブの対戦相手と試合後に、いさかいを起こし亡くなった。フィファはこの死を痛み、試合前には1分間の黙祷が行われた。チーム1 v チーム2、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 チーム1 1V、チーム2、ありがとうございます。